まもなく大阪空港、大阪空港終点伊丹空港前です。私はですね、今大阪の伊丹空港に来ております。まあ、それで今回なんですけども、まあね、飛行機で羽田空港に向かう予定でございまして、まあ、前回はね、JAL に乗ったんですけども、今回はですね、ANA で向かう予定でございます。まあ、今日はですね、3月13日11時55分ということでですね、13時出発なんですね、フライトに乗りますので、まあ今はね、JAL も前回やりましたけれども、ANA が果たしてどんな感じか、この羽田伊丹はですね、まあいつも満員御礼のフライトとなっておりまして、今日も金曜日の、まあ、昼ということもありまして、まあ決断であればもうね、かなりの人が乗ってるような路線でございますけれども、果たして、まあこちらのですね、あれ影響でどれぐらいなってるかっていうところですね、乗りながらですね、お伝えできればなというふうに考えております。早速なんですけど、ターミナル内に入りたいと思います。空港はですね、まあいつもに比べるとやっぱりガランとしてる状況かなというふうには思いますね。最近はですね、まあ ANA もですね、まあ、一部便に関してはまあ欠航というですね判断をしておりましてですね、まあ、欠航のフライト情報も載ってたりいたしますね。結構多いですね。松本、熊本、鹿児島、松山、北海道、羽田もありますね。結構地方路線も多いんですね。それで横にはですね、まあ、フライトの空席状況が書いておりますけれども、まあ、プレミアムクラスはほとんど埋まってるんで、まあ、全く乗ってないとかそんなことはないんですけども、基本的にはもう普通席はですね、まあ、どこも空いてる状況でございます。唯一松山行きに関しては三角になってますね。そのような状況でございます。私が乗るやつは13時ちょうど出発の羽田行きになりますね。これに関してはもうプレミアムクラスは×になってますね。今回預ける荷物もないので機械でポチポチやっちゃいましょう。クレジットカード、今ですねキャンセル無料とかもですねやっておりまして、予約変更もですねどんな航空券でもできるみたいですね。次の便とかにも変えられたりするんですね。私も一応今回安い航空券であるんですけどもね、成田にも帰れるんだ、それで翌日とかでもいいみたいですね。まあ、それぐらいこうフレキシブルな対応しておりまして、まあ、ANA としてもね本当はやりたくない、まあ、キャンセル料変更手数料取りたいっていうのが本音だと思うんですけども、まあ、お客さん第一でやってるということですね。ここら辺がまあ LCC とは違うところですね。結構やっぱり私はここですけども空いてますね。このような状況です。こちらが搭乗機になります。では今からですね制限エリア内の方に行きたいと思います。ラウンジの方にも行ってみましょう。やっぱり ANA のラウンジでも一部こうサービスを制限しているというふうに書かれておりますね。普通の ANA ラウンジに関しては変わりはないかなというふうに思います。まあ、ダイヤモンドは本当だとねもっとおにぎりとか本格的なやつ出してるんで制限がある可能性がありますけど、あとスタッフの方が今いまして常にもう拭いてますね。いろいろそこはかなり徹底しているような感じがします。はい、ではいつもの青汁ありましたね。まずいです。ラウンジから出てきましたけど、まあ、ラウンジもですね、まあ、いつもよりこう人が少なかったですね。ただなんか前回JAL乗った時よりはなんかビジネスマンの方とか多いような気がしますね。では10番ゲートに来ましたのでここで待っておきましょう。今日も飛行機です。モーニング767。こういった売店のやつはもう休止になってたりいたしますね。飲み物のサービス の提供を控えております。 ANA 26便はただいまよりグループ1番のお客様をご案内いたします。中盤搭乗口からご搭乗ください。はい、ダイヤモンドの優先搭乗が始まりましたね。大体数えた感じだと 2,30 人ぐらいいますね。まあ、いつもよりはちょっと少ないかなっていう感じです。ただ横にもですね、まあ、SFC とかグループ2が並んでるんですけども、ダイヤモンドより少ないですね。2番のお客様ご案内いたします。これは JAL と同じ傾向ですね。最上級会員の人はですね、まあ、いつものように乗ってる傾向が強くて、グループ2とか JGC とかそこら辺のレベルの人がですね、なんかガツンと減ったなっていう印象です。グループ3入ったんで、この羽田伊丹はもう6割7割8割ぐらい上級会員だったんですけど、普通のお客さんがやっぱりこう一番今回多いかなというふうに思いますね。では私も飛行機の中に入りたいと思います。めっちゃスムーズですね、いつもに比べると。
ありがとうございます。座席につきまして今回38系という、まあ、後方の座席を取りました。前の方は結構でも座ってる方いらっしゃいましたね。で今回は76のある男子300ということで、まあ、ここの路線に関してはですね、777、まあ、大型の飛行機をですね投入されること多いんですけど、今日見たら1日1便か2便ぐらいしかなかったですね。というわけでもうちっちゃい飛行機でいつもより飛ばしているみたいですね。機材変更とかもねかなり行われているようで、もうすごい検索したら便がブワーって出てきてですね、ちょっとびっくりしたんですけども、まあ、それぐらいですね、まあ、こう毎日毎日、まあ、いつもと違ったですね、まあ、運用してですね、まあ、ANA もやってるという状況が伺えましたね。話には聞いてたんですけども、翼の王国っていうですね、まあ、雑誌がですねいつも入ってると思うんですけども、あと機内販売とかですね、そういったものもありませんね。もう最低限の安全なしおりと、こちら気持ち悪い時に使うやつですね、はい、それしかですねもう ANA としてはないという状況です。雑誌とかも皆さんこう手に振られますから、できるだけ最低限に抑えてるといった感じですね。まあ、JAL も今はこうしてるかもしれないですけれども、まあ、明らかにいた感じだと ANA の方がですね、いろいろ対策をしてるなというふうには伺いますね。もう飛行機は閉まったみたいなんですけれども、横にはですね、まあ、お客さんいない状況ですね。ただ窓側にはほとんどのお客さん座ってますね。4割3割ぐらいのお客さんといったところでしょうかね。この飛行機は ANAベトナム航空スターライアンスパートナーとのコールシェアリーでございます。ただ感染症が発生しています。お客様に安心してサービスを受けていただくために、客室乗務員はマスクと手袋を着用しています。この便ではお飲み物のサービス、機内販売、毛布の提供を控えております。またプレミアムクラスでのサービスを一部変更し、新聞の提供を控えております。機内紙をご希望のお客様は客室乗務員にお知らせください。サービスが行き届かずご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention on the devices emitting radio waves cannot be used on board. 頑張ってます。Please check your nearest emergency exit. Please contact the cabin attendant.今からですね、羽田空港にこちらの ANA で行きたいと思います。久々ですね、ANA に乗るのは。離陸いたしました。それで今回の ANA のフライトに関してはもう飲み物も提供せずに、ブランケットも提供しないということで、かなりもう徹底されていますね。まあこうやって、まあ、ラウンジはありますけれども、まあ、ほとんどこう LCC とは変わらない。まあでも機内サービスも機内販売もしないというふうに言ったので、ね、まあ、そういった意味で本当に、まあ、今までにないようなですね ANA 国内線のフライトとなっております。
っぱそれって結構やばいですよね。寝る時とかやっぱ欲しいじゃないですか、深夜便とか。ということはやっぱりこう自分で持ってきた方があったかい格好をできるようなものをですね、持ってきた方が良さそうですね。こちら ANA の株になりますけども、まあ、こちらもですねかなり下がっておりまして、まあコロナ、はい、ウイルスの前はですね、まあ、3700円とかだったんですけど、それが今2400円とかで今年一番のですね安値をですね記録しておりますね。私も ANA の株はですね株主優待目的で持ってるんですけど、いやーでもね本当にどうなるんだ、まあ、これは別に ANA に限ったことではないですけどね、 JAL も他の企業もそうですけど、まあ、株価もねどれだけ下がるんでしょうね、まあ、ここら辺が底値だったらいいんですけどね。到着地の天候は晴れ、気温は19度でございます。この後高度を下ろし始めると揺れることもございます。化粧室はベルト着用サインが消えている間お早めにご使用ください。皆様、着陸態勢に入りました。シートベルトをもう一度お確かめください。まもなくしたら羽田空港に到着です。いや、今日も快晴で気持ちいいですけど。羽田空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。飛行機は第2ターミナル60番ゲートに到着する予定です。今日はサービスが行き届きませんでしたことをお詫びいたします。外出てきました。お疲れ様です。それでね、今回まあプレミアムクラスで食事が提供されたかっていうのはちょっと分かんないんですけども、あのペットボトルのなんかコーラみたいなのあったりしたんで、なんかそういったもので提供してたみたいですね。まあ、通常であれば缶でこう注いでくれたりとかするんですけども、まあ、それはもうペットボトルを出して飲んでくださいということなんでしょうかね。というわけでそのような、まあ、なんか運営をされてたようですね。国際線乗り継ぎのところだったんで、あの国際線の出発状況、はい、確認できるんですけども、中国とかあとは韓国行きがですね、まあ、結構結構結構ということなんですけど、まあ、それ以外に関してはほぼ飛んでるかなと。まあでもね、アジア便がやっぱり圧倒的に多いのは間違いないと思いますけど、まあ、そのような状況になってますね、羽田空港は。普段であれば
かなりお客さんが乗っているとは思うんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、あれぐらいしか乗ってないということで、まあ、全く乗ってないということはないですけどもね、まあ、あのような状況でございまして、 CA さんも乗客もパイロットの方もですね、皆さんマスクをしてっていう感じで、まあ、いろいろ制限がドリンク出されなかったりとかね、結構そういったところもありまして、まあ、こういったところはですね、日々あの状況が変わってくるとは思うんですけども、まあ、別にね、あの今回行ったんで羽田とかであればですね、別にドリンク出されなくて全く問題ないんですけども、まあね、もし国内線乗られる時があるのであれば、まあ、喉乾いたりとか、そういった方がいるのであればですね、事前にですね、あのなんかペットボトルの水とかね、そういったものをですね、持参しておく必要があるなというふうに思いましたね。あとちょっと寒いと思う人はですね、厚着の格好をしていくとか、まあ、そういったので、まあ、対策できるということなんで、まあ、ぜひともね、あの皆さんも参考になれば幸いでございます。それでは。